傾聴器をご依頼いただいております。はい、こちらも動画を見てご依頼いただいておるんですけれども、はい、見た感じはね、それほどシミの着もなく、綺麗な状態なんですよね。はい、ただですね、この白い部分ですね、こちらが少しね、黄ばんできたということでね、今回はこちらをね、もう少し白くならないかということでご依頼いただきました。はい、今から漂白を実施して、できる限り、白く戻していく、戻していくというかね、白くしていく作業になるんですけれども、はい、こちら素材の方がね、絹ですね、歯舞台になります。はい、この白い部分を漂白するのに同じようにこの浸して漂白しますのでね、この黒い部分も同じように漂白されますので、同じ負荷が加わりますのでね、はい、この黒い部分が色落ちするのが先か漂白できるのが先かという、まあ、リスクが伴う作業にはなってきます。ちょっとこれあたりはね、やってみなければわからないんですけれども、まあ、様子を見ながらね、慎重に実施していきたいと思います。はい、少し部分的なシミもございます。はい、このようにね、糸が引いている状態も見られますね。ちょっとね、わかりにくい方は思いますけれどもね、かなり黄色っぽい状態ですね、この白い部分が。作業に先立ってね、ここにボールがあったのと、それと縁にね、房があったんですけれども、房はね、こんな感じで一旦ね、取り外させていただいております。こちらもリフォーム業者さんにお願いしました。で、処理後に再び縫製して、組み立てる流れになっております。はい、それでは早速作業を実施していきたいと思います。はい、こんな感じでね、浸して漂白していきます。はい、ちょっとね、この黒い部分がね、心配なんですけれども、少し色が出始めてますね。上げるタイミングは難しいですね。濡れてしまうとね、この黒い色ってどの程度色落ちしてるか確認できませんのでね、この辺りはもう勘に頼るしかないんですけれども、あまりやりすぎてしまうと黒い部分が漂白されすぎて、まあ、色落ちしてしまいますのでね。はい、傾聴器のシミ抜きですね、この白い部分の白度の回復のご依頼でしたけれどもね、はい、ちょっとそうですね、最初のビフォーの状態と比べて、分かりにくい方は思いますけれども、かなりね、白くなってます。はい、特にね、目立つシミの付着、なかったんでね、あまりビフォーアフター違いわからないかと思いますけれども、漂白させていただいてね、綺麗になっております。はい、最後はね、この縁の房、それとこのポールですね、こちらを取り付けさせていただいて、完成しております。はい、かなりね、大掛かりな作業となっております。はい、ご利用いただき誠にありがとうございます。